もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則、払うべきものは払ってもらう。言い訳な。あ、誰だお前、紹介の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな、転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、社長、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ったらちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名簿を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てならんぞ、脅しか。それは俺を脅してるのか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。それだけでいいのか。あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見しめした。いいだろう、お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです。これ以上は。搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは、法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩をあだで返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。ほう、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのなら、お酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。お、これは社奉行のものか。ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら社奉行の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていただき、たくお二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ、全て忘れよう。勝家組長、しかし
行くぞ。いつか日を改めてお食事でも、その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼女が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい？いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴神島の社奉行上里家に属している、白鷺の姫君の側近だ。なんだって？本当の身分をオイラたちに隠してたのか？その社奉行も三奉行の一つなのか？ああ、社奉行の上里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく上里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ上里家のご令嬢、上里綾香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻のために敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄上里綾人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。花王役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で？すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢は、その到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に、君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。お嬢の期待通り、勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれれば、メガリレーは、予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか。それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。あれ、トーマがあっさりと受け入れた。ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。あん、そうだ、この招待状を君に。鳴神島に来たらここに書いてある木漏れ茶屋に来て俺を訪ねてくれ。それじゃ健闘を祈るよ。トーマって実は結構
構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。お、どうした？あ、そうだった。オイラ、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマも忘れてたのかな。ういまったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。ういおい、とりあえず今は行動あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。町長、通行証をお出しください。ちょっと鳴上島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか？そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたら、オイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。待て、ここは勘定奉行所、部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ。さもなくば我々が。いや待て。あ、奉行様、この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ来るといい。話は中で聞こう。へん、今の聞いたか。申し訳ない。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのはその、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。もちろんだ。風魔竜を倒し渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな、おっしゃる通りだ。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か？そんなこと確かに本当だぞ。やはり本当だったか。どうしたんだ？いや、何でもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のために
ちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。よかった。それなら知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたちそれを取ったことあるから知ってるぞ。リーゆえに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。はっは、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか。さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか。おかしすぎるぞ。お待ちを。あ、オイラたちがどうかしたか。お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙？見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか。それにお前このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ。こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよう。